はい、こんにちは、カンピオネの辰巳です。 50m を速く泳ぐためのスピード寄せコーチの辰巳です。今日は、今ねちょうど年末なんで、その年末年始ね、ちょっと泳ぐ期間が、ないっていう人向けの、陸上トレーニング、ね、を今から一緒に、僕もやりますんで一緒にねちょっとやっていきます、ね、でまず、用意するものは、ね、このスペースね、ちょっと回していくので、それがしっかり 回せれるスペースを用意してください。でそれと、T シャツやね、 T シャツはたきってやつをちょっとやっていくので、こういった T シャツ1枚用意してください。で結構ねこれ T シャツはたき日頃やってて負荷軽いねんっていう人は、こういうトレーナーとかね、ちょっとごつい服ね、ごつい 服ではたいていくと、これも結構刺激が強くなりますので、こういったものでもいいです。用意しておいてくださいね。はい。で、最初、ね、ちょっと、7、8分ぐらいはウォーミングアップに使って、で、最後、メイントレーニングってやつを、まあ、10分ぐらいかけてね、やろうと思いますので、だいたい15分から20分ぐらいで終わろうと思いますので、一緒にね、やってください。はい、でまず、エアースイムね、エアースイムからやっていきます。ほんで、エアースイムってまあ、ストロークね、ストロークを空中というかこの陸上でやるというやつなんですけども、でこれまず1個一番大事なのは水の手ね、キャッチした時に水の感覚っていうのは分かりますよ ね。はい、だからその感覚をちょっとグッとこう意識しながらやるっていうのが一番大事なん で、それをね一個注意点として、必ずもう闇雲にこう回したりとかするんじゃなしに、ちゃんと水を捉えて押してるっていうこの感覚をしっかりイメージしながら、やっていってください。はい、そしたらバッタから、10回ねいきます。はい、いくよ、大丈夫ね、いきますよ。はい、1、2、3、4、5、押してね、6、7、8、9、10。はい、 OK。 はい、今度バックね、バックいきます。20回いきますね、20回ね。はい、いきます。はい、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20。はい、 OK。 しんどくない？大丈夫？はい、じゃあ次平泳ぎいきます。はい、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、 OK。 はい、で最後クロール20回ねやっていきます。よーい、はい、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20。はい、OK。 はい、ちょっとあったまったかな。はい、ちょっと腕ちょっと軽くね前回しに回してみてください。はい、はい、反対側ね。はい、でちょっと早くね、こう手をバーって広げる必要ないんで、手曲げた状態でいいんで、早く前に回していきます。いけるかな。はい、はい、後ろ回し。はい、OK。 はい、で今度は自分の得意種目ね、得意種目で10秒間だけダッシュしていきます。10秒間ね、これ1セットだけね、1セットだけやっていくので、はい、全力で頑張ります。ほんでこの時もピッチガーってこう闇雲にねやるんじゃなしに、水の感覚をしっかり意識しながら必ずやってください。はい、いきます。よーい、はい、
はい、オッケー。はい、いけた。はい、そしたら、T シャツ畑の今度アップしていきます。はい、で T シャツ持ってもらって、で今度は頭の上ね、頭の上から自分の胸のとこ、胸のところをはたいていきます。こうね、はい、でこれはストロークの前半部分ね、前半部分キャッチしてから水をかき込んでくるこの部分を強化していきますので、これをまずやっていきます。10回ね、10回いきます。よーい、はい、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、OK、 いける？大丈夫？はい、お水しんどかったら飲んでね、こまめに飲んでや。はい、で次自分の胸のところから最後フィニッシュね、クロールとかバタフライっていうこのフィニッシュのところを鍛えていくので、自分の胸のところから太ももタッチするとこまでね、ここまでをはたいていきます。10回ね。はい、いくよ、よーい、はい、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、 OK、 はい、はい、あと1本ね、あと1本は今度上から太ももタッチするとこまでね、ここまでをやっていきます。ダッシュでね、はい、はい、いきます、よーい、はい、1、あ、ダッシュは普通、普通でいいよ、今は普通でいいからね。はい、よーい、はい、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、 OK、 いけた。はい、上半身ポカポカやんね。はい、あったかいはずやから、次はキックね、キックのウォーミングアップねしていきます。はい、で手後ろについてくださいね、ついた状態、ほんで体は完全に起こすんじゃなしに、完全に起こした状態からちょっと後ろにね倒れる、この姿勢でね、はい、この姿勢で保ってくださいね。でこの状態でバックのキックね、バックのキックね、足をちょっと上げて、この状態でバックのキックをやっていきますね。はい、そしたらどうしようか、20秒間ね、これ時計あるからね、20秒間やっていきますね。はい、よーい、はい、で内股にして、こうね、内股にしてしっかり蹴ってあげると、あのバックのキックは進むんで、はい、ちょっと下腹部に効いてきたら OK です。はい、腹筋も鍛えていきますんで、はい、 OK、 はい、あと1本だけいこうかね、あと1本ね。ほんでこれも一緒ね、ここのこの、 あの足の甲からすねのところに水の感、水を蹴ってる感覚をちょっとイメージしながらやってもらったら効果上がるのでね、こんだけあのね、長い間あの休むね、休むと水の感覚っていうのが忘れていくから、それをね、あの忘れへんように必ずこの足の甲とすねで水を蹴ってるようなねイメージを描いてください。はい、いくよ、よーい、はい、はい、10秒内股ね、こう、こう開いたかよ、こう内股でね、はい、はい、 OK、 はい、はい、ほなウォーミングアップ終了ねしたんで、今度は、メインのトレーニングに入っていきます。で大体40秒ぐらい今度ダッシュして、これ50、一応50メートルを速く泳ぐためのって陸上トレーニングなんで、一応40秒間ダッシュして、ほんで、1分から1分20秒ぐらい休みますね。はい、ほんで奇数セット135は洗濯はたきね、さっき言うた、まあ、指示ちゃんと出していくんやけど、このはたきを20秒間まずやってから、次に、
エアースイムやりましたよね。エアースイムで20秒間ダッシュしていきますね。でこれを繰り返していきます。 1,3,5 セットでね。ほんで次の2と4はこの後ろついたキックね、このキックね、でこのキックに何か手つけていくんでね、手つけたこともやっていくので、はい、それも指示ちゃんとしていきますんでね、はいはい。そしたら準備できますか。はい、お水飲んでね。はいはい。そしたら洗濯畑から1セット目ね。1セット目はまず洗濯畑の前半部分ね、前半部分を20秒間ダッシュしてから、自分の得意種目でいいです、得意種目を20秒間ダッシュしていきます、ね、はい、いけるかな。ほな20秒前ね、1セット目ね、はい、前半部分のはたきダッシュとエアースイム20秒間ねダッシュしていきます。あのコーチも一緒にやるからね。はい、よーい、はい、10秒、テンポ落とさんようにね。はい、20秒、はい、いくよ、エアースイム、はい、はい、10秒、はい、オッケー、しのかった？1セット目、はい、ちょっと休憩、お水飲んでや、お水飲んでな、はい、はい、はい、いきます、はい。で2セット目、今の腹筋ね、あのちょっとこのちょっと後ろ軽く倒れた状態でキック打つんやけども、そのキックを打ちながら1,2って前でパンチ、1,2ね。ほんでまた手をついて、はい、1,2ね。で僕パンチって言うんで、パンチって言うんで、パンチしたら、パンチって言うたらパンチをやっていってください。これを40秒間いきますね、40秒間ね、蹴っていって、はい、パンチ1,2で手ついて、パンチ1,2ってやっていくんでね、はい、それでやっていきます。はいはい、そしたら10秒前結構しんどいよこれね。はい、いきます、よーい、はい、まずバタ足ね、はい、パンチ1,2、はい、パンチ1,2、パンチ1,2、はい、パンチ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 、はいはい、パンチ1,2、はい、パンチ1,2、はい、ラスト10秒間ずっとパンチするよ、よーい、はい、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,1,2,3,4、はい、オッケー、めっちゃしんどいよこの辺来てる。ほんでバタ足止めへんようにね、はい、バタ足止めへんようにやってや、はい、お水飲んでなはい、はい、次は洗濯はたきね、 T シャツやな洗濯で T シャツやな、はい、T シャツはたきの自分の胸のところからね、はい、こうね、胸のところからこうね、はたいていきます。これをダッシュで20秒間ね。
ほんで今度はエアースイムで20秒間ダッシュしていきます。はい、そしたら20秒前ね、いけるかな。3セット目よいしょ。はい、5秒前よーい。はい、テンポとしてあかんで、ずっとねバテへんように。それで、はい、10秒あと10秒で、これはい20秒、はい、エアスイム、はい、はい、10秒はい、OK! よう頑張った。めっちゃ頑張ってるやん。はい。ほんで、まあ、余裕のある子は、呼吸制限ね。10秒に1回だけ呼吸するとか、やってもらったら、より、効果も上がってくるんで、ね。はい。慣れてへん人は息しながら、やってください。呼吸止めてやったら、もう、なかなかもうちょっと休憩取ってあげるとかね。そういう工夫も、やっていってください。はい、次、4セット目。ね、4セット目、今年は、そやね、鬼滅の刃とかね、流行ったよね。ね、僕あまり見てないけども、ね、まあ、それにあやかって、ね、キック打ちながら、刀斬りをやっていきます。もう鬼さん斬るような感じ。ね。まあ、今コロナウイルスも流行ってるから、そいつらバーってこうやっつけろというようなね、イメージで刀斬りをやっていきますね。で、今度手後ろついてね、まあバタ足ねやるんやけども、鬼滅って言うたら縦に刀ね、斜めに刀、この3回振ってください。1、2、3ね、鬼滅って言うたらこうねね、1、2、3 OK。 刀ほんまに切ってるよね。グサッグサッグサッってこうかっこよくやらなあかんね。な、はい、ほなやっていくね。鬼滅って言うたらグサグサグサな。はい、40秒間いくから、よーい、はい、まずしっかりバタ足しっかりね。はい、鬼滅、はい、鬼滅、1、2、3こうね、止めたらあかんね、足ね。鬼滅、1、2、3、次2回連続いくで、鬼滅、鬼滅の、はい、鬼滅、鬼滅、1、2、3、1、2、3、はい、はい、ラスト10秒はずっと鬼滅な、いくで、よーい、はい、鬼滅、ほっ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 ほやっつけてへんて。それはまだ修行足りへんな。しっかり全集中ね、全集中して、またこの動画また繰り返してやってみてね。はい、はい、ラスト、何やかんやでもう19分になってんな。はい、ラストね、ラストは全部フルで叩いていきます。パーンと太ももタッチね、上から太ももタッチするとこまで叩いて、ほんでラスト20秒はエアースイムでやっていきます。負荷最後やから上げるわこれな。はい、ちょっと呼吸整えてな。はい、なら20秒前、これラストセットでしっかり集中してね。はい、10秒前、はい、5秒前、はい、いくで、よーい、はい、
10秒はい、おい、行くで、はい、20秒、はい、ダッシュ、しっかり捉えて、水捉えてね、はい、オッケー、はい、だいぶ動いたね、はいはい、まあこれ動画またなんかこういうね年末年始の休みとか、まあちょっとコロナで自粛になるかどうかちょっと分からへんけども、そうやってなった時にまたこれ何回も再生して一緒にやってみてね、はいそしたら今日これで終わります。あとはちょっとあのクールダウンね、ちょっと今省くからね、クールダウンとか自分でストレッチしたりとかそういうのはしっかりやってくださいね、はい、じゃあこれで終わります。ではでは、はい。